皆さんこんにちは。私たちが全力エンターテインメントガールズバンドガーリックスピーでーす。はい、ベースのフショッパーアプカです。ボーカルドラムの花です。ギターの友蔵です。パフォーマーいちごのまいです。パフォーマーサイボーのねねです。ボーカルキーボードおりおさまです。はい、ガザリックスピンですね。なんと、ただいまガザリックスピン初のアーティスト本ガザリックスピン超入門発売になってます。イエーイ。はい、これタイトルの通り超入門ってちょっと面白い感じになってるんですが、これ一冊を読めばガチャリックスピンの全てが分かるという内容になってますので、なるほど。はい、いろんなね、あのページもあるんですけど、おすすめのページみんなそれぞれある？はい、はい、原さん。やっぱり私たちはバンドなので、うん、機材関係がね結構細かく載ってたりとかして、うんうん、普段覗けないような言葉で書いてあります。確かに結構マニアックなことも書いてあるもんね、うん、はい、はい、インタビューがあのメンバー全員の生い立ちまで書いてあるので、うん、本当にもう詳しくメンバーのことが分かっちゃうと思います。はい、はい、私は T シャツのページで、うん、なんとこの本を買ったらゲットできる T シャツが何枚かあるんですよ。はい、はい、はい、あとですね、沖縄と宮古島で撮ったあのオフショットじゃなくて撮り下ろしが、はい、あの最後のページに載っています、はい、まあ、でもあれだよね、撮り下ろしももちろんなんだけど結構オフっぽいなんかこうその部分のページも写真もいっぱいあるので、うん、結構ねあのバンドの時の私たちじゃない部分も見れるので、うん、こちらも結構ねいいですよね。オレオさんは表紙の私の足です確かに、確かにセクシー、ムッチムチですあのオレオだけ一歩前に出てるねまさかの全然出てないの出てるかのように見えるすごい遠近法に見えますね。見えますね。ごめんねがね、まあ、すごい後ろにいるんじゃないかやめてください。はい、まず表紙を手に取っていただいてから今みんなが言った内容を じっくりと見てください。はい、ということで、まあ、この本も読んでいただきたいんですがガチャリックスピンはバンドなので音の方、はい、音楽の方も聞いてもらいたいなということで、なんと6月22日に、両 A 面のサードシングルを発売します。バンドでーすこれ両 A 面ということなので、うん、あの結構ね両方ともおすすめなんですが、1曲は、うん、とある食品メーカーの、うん、CM のタイアップが決まっておりまして、はい、そしてもう1曲の方がすごい面白いタイトルになってるね、はい、さあ何ですか？あるブスの少女です私が前出たから何の意味ないけど今自己紹介たまたまなんか古賀さんこっち見てるから、はい、自己紹介した方がいいかなと思って前に出たんだけど、はい、この曲はどんな曲になってますか？てかあるブスの少女ってタイトルだけだとどんな曲なのか全く想像つかないやーらーれー結構あの展開がいろいろあったりとか、うん、でも演奏は結構ねバキバキにバキバキだよ。ダンスもあの初めて歌詞に合わせた振りになっているのでちょっと難しいと思うんですけど、サビだけでも一緒に踊ってもらえたらなと思います。はい、ということで結構ねあのアルドスの少女はちょっと歌詞が面白くてふざけてるのかと思われがちですが結構真剣に、うん、前向きになれる、うん、そう曲になってるのでぜひチェックしてもらえたらなと思います。ミュージックビデオもすごい面白いのでぜひチェックしてみてください。そしてガザリックスピンは全国ワンマンツアー中でして、ファイナルが5月の28日 EX シアター六本木でワンマンライブあります。イエーイ。ファイナル、このファイナルどんなライブにしていきましょう？どうしたみんなどうしたみんな結構遠慮がちだった意外にね、やっぱり、うん、ツアーのねファイナル、しかもツアーがワンマンツアーで終わってるわけですから、はい、それの集大成としてもう成長した私たちを見せるしかないでしょ、はい、そうそうないでしょないでしょないでしょ。ワンマンツアー2回目ですからね。そう、さらにパワーアップした私たちを見てもらいたいと思います。はい、はい、何のワンマンツアーだったこれ。忘れた何のワンマンツアーだったか覚えてる？そうだった、忘れてた。今回はオレオさんの婚活ツアーのファイナルなんだよみんな真剣に考えてる私の将来のこと。旦那さんいい人見つかってる？いやあの結構今中盤に差し掛かってきて結構焦ってるやばい実際ちょっと焦ってるけど、まあファイナルまでにはいい人が、ね、見つかるといいなという思いを込めて今、はい、走り続けているので、まあ、私たちも、ね、まあ、ツアーの成功はもちろんだけどもオレオさんの婚活ツアーってタイトルついてるんだから、うん、そっちの方も応援する重きを置いてほしいなっていう気持ちありますよね。なのでイエスEX シアター六本木ではオレオ様の旦那さんが見れるかもしれない。あやだー、ありがとう。ごめんなさい、こんだけ煽ってて何もなかったらすみません何かあるはず。はい、ということで、
あの本当にガチャリクスピーのライブは男女年齢関係なく楽しいライブになっているので、ちょっとでも気になった方はぜひチェックしてあのライブに来てください、はい、お願いします。もちろん、ライブ会場でさっきね紹介したアーティスト本もゲットできますし、あの結構限定でねその場であの写真がもらえたりとかもするので、うん、あのそちらもゲットしてみてください。それではライブ会場で待ってます。以上ガチャリクスピーでした。バイバイ。